よみがえる神話オオカミ実況プレイ、皆さんこんにちは、ワラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。オオカミの方も引き続き久しぶりに収録しておりますが、前回はなんかね、はやとび丸さんといろいろ勝負したんだよね。それで劇神様と出会ってみたいな感じだったと思います。結構久しぶりなんでちょっとね、操作が危うい感じだと思うんですが、やっていきたいと思います。あれ、これてっきりやるんだと思ってたけど、あ、このままはめんのか。うーわ、なんだよ、それならそうと早く言っておくれよ。すごい仕掛けがあれ、落ちてきたらどうすんだよ。ほんと串刺しじゃん。いいのかな、このまま行って来ますよ。これあれだよね、雷通すやつだよね。なんか雷神さんみたいのがいる。お、あ、え、はあ、こりゃ見事な彫像だ。妖怪どもの吹き溜まりにはもったいない一品だぜ。だけどその辺の美術品とは違う淀んだ臭味も漂ってら。はあ、特に天に突き上げたあの刀剣、七つ鞘の太刀なら見たことはあるが、九つの枝分かれなんていうようなもんは初めて見たぜ。はあ、え、でもさ、画面的にあれだよね、これをこうしろってことだよね。これをこうしろって、うーわ、いいの、爆破しちゃっていいの。イッスンさん、その辺どうなの。あ、宝箱めーっけ、せいや、真骨頂もう一個、水晶んで、いいか、行っちゃいましょう。さて、階段なのか、階段だね、急だね。なんか、古いお家とかみたいな、こんな急な階段、あるお家あるよね。ちょっと怖いな、雰囲気が。あれ、これどっかで見たことある。これさ、一気に綺麗みたいな、そういう感じのやつにしては画面に入らないが、あれ違うのかな。え、なになになに、なんだなんだ。あまこ、お前また妙な仕掛けを触ったんじゃないだろうな。まだ何もやってないよ。ちょっと、とにかく早くなんとかしろ。待って、でもさ、溶岩大丈夫なんじゃないの。ほう、待った、ほい、あと1個あったよね。ほい、 OK、 よしよしよしめっちゃ目充血しちゃったけど、まあいっか真っ暗だな、怖いな。この先何が待ってるか全然わからないのだが、おっと、横画面か。あ、みかんだ。そういえば幸玉はどんだけ溜まってる。130、まだ全然上げれませんね。よし、行こう。なんかこの壁に絵描いてあるっぽいね、壁画みたい。これはまた電気を使うパターンのやつね、そういうパティーンね。ほい、で、上上がってく感じかな。よいしょ。んで、暴れそうなのはこっちだけれど、もう落ちちゃったよーっと。ほいほい、リンゴ、あー、リンゴ兄ちゃんとかいたよね、確か。リンゴのお兄さん、え、なにこれ、竹が、怖い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 。これどうやって登っていくの。普通に
はい。これタイミング全然あれじゃない？あ、いけそう、いけそう、よし。あ、順調じゃない？よいしょ。あ、やばい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 。そういうこと言うからね、調子に乗ってっとそういう痛い目に遭うんだよ。分かったかい？誰に言ってんのっていうね。これどうすんの？あ、切れた。よしよしよし、いい感じ。これで加えて持ってけばいいのかな。お、久しぶりの割にはなかなかサクサクではないですか。こっちはなんかありそうだけど、お金とかだけなのかな。上も一応落として、うん、特に何もなし。あ、だだだだだ、あーもうこんな長かったのね。はい、ガシャンと。すごいギミックだな。しかしこう、このまま上は上がれないのね。よいしょ。そんでまだまだ続きが、ちょ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 、ありそうだけども、ほっ、うわ、だ、え、だいだいた、びっくりしたな。もうこれ何、切ればいいの？ほい、危ないな、全然気づかなかったよ。何これ。あ、なんか穴開いてる。あ、そういうことね。え、落ちちゃう、落ちちゃう。あ、落ちちゃう、落ちちゃう。あ、なるほど、なるほど。早くない？回転。よいしょー。よいしょーい。おい。あ、やばいやばいやばい。オッケー。なんとか、一回で来れたけど、すごくない？今日調子良くない？いや、これも調子いいぞ。今日どうした？私。とか言って調子乗ってっと痛い目見るってさっき言ったよね。怖っ。なんだなんだ、鍵があるけれども、とりあえずこ、なんか床ピッカピカだね。ここなんか、あ、宝箱か。鬼ヶ島の地図。へえ、マップ画面で地図を見ることができる。あれ、マップ画面？あ、こういう感じ。あ、なんかあれみたい、某ゼルダの伝説みたいな某をつけた意味がないが、へえ、すごいな。あ、これは物種の鏡。あれだな、セーブはいいか。ほう、危ねえ、怖っえ、これどう行ったらいいの、どこ行ったらいいの。え、ちょーい。あ、でね、コメントでちょっと指摘していただいたんですが、これ雷使ってみればみたいな。うーわ、かっけ、うわ、かっこいい上に強い。普通に、うい、痛い、まあ、いっかよいしょ。おい、いいねいいね。罪がなくなるが、こんなもんかまってられっか。よいしょーい。あとは、あ、そっか、うい、痛い痛い痛い戦闘の方は相変わらず下手だが、まあ、こんなもんでしょう。お金をちゃんと回収して、どっからどう来たんだっけ。なんか上ぐるぐるしてるな。うわ、雲だ。なんかどっかで見た雲だねで、こっちから来たんだよね。
うお、怖いな。なんかキラキラ、あ、桃子の花だ。ほい、よし、いい感じだが、しかしこれで行けばいいのか。いいね、いいね。なんだ、今回サックサクだよ。あれ、あ、これ浜屋じゃないじゃん。え、これどうすんだ。なんか上にあったりはしないのね。あ、なんか調べるって。なんだこの壁、無理やり当て木で補強された跡があるし、壁からかすかに風がピューと漏れてきてるぜ。うん、これ当てるとか違うね。手か玉よ、爆発、いけ。うん、え、だからどうしろと。壁を吹かせればいいのっていうわけでもない。火つけて燃やすとか。はあ、え、もしかしてそうだったりする。ちょっと待って、あ、でもここ反応しないや。ん？なぬ。あ、ただ単に体当たりとか。あれー、別に火は関係なかったのかな。関係ないっぽいな。どうするべきか。あ、向こう側から来るのかな。そうっぽい。どうなんだろう。とりあえずこのレーザービームが怖くて仕方ないんだけど。ほい、よしよしよし。そんで、いやー、向こう行けないじゃんね。これは？一個向こうだもんね。ここに何か、あ、上にギミックが。ってなると上にどうやって行けばいいのかっていう話になってくるんだけど、あの桃子の花かな。違うね。どうしろと。乗る。ここにうまく着地。オッケー。こんな無理やりでいいの？ちょっこちょっこ。よっ。ちょっと。はい。でちょっと待ってよ、せっかく乗ったのにさ、そういうことしないでよね。よっ、よしよしよし。これでこっち側は何。あ、こっちから来れたんかーい。ただの無駄骨なんてこった。
まあ進むべき道は見つかったからよしとしよう。そんで、で向こう側に道がまだあったよねーってこれだよねー。はい、はい、視点が見づらくなっちゃうよ。はい、結構上だな、いけるかな。ほっ、よし。この雲はちょっとタイミングがよいしょ、 OK かな。これは下、置く、おーしよしよし、そういうことか。なるほど、めっちゃこっちに落ちてかなかった今。あれ、あった、浜や、よしよしよし、なんとか解けたけど、あれ、まだ持ってるこれあ、でこっち側から出ろと、そういうことか。ほいほい、でこれをどかしてのテカ玉。なるほどね、そういうことか。はーい、了解でーす。はい、開けろはい、開けろーっていうのもどうかと思うけど、さあ通るよ全然ろうそく関係なかったじゃん。あ、はやとび丸だ。だ、旦那、ついにここまで来ちまいやしたか。実を言うとここから先はもう余興の拉致がいでしてね、あっしはおふざけなしで万人の仕事をしなきゃならねえんでさ。でも、あっしは勝負の途中から旦那のことをなんていうか、ありていに、いや、好きになっちまって、早がけに命を懸ける旦那の姿、もっと見ていて、そう思うようになっちまったんでさ。へへ、こんなこと言っちゃ、門番失格ですかね。いや、そんな君が私は好きだ。だからね、旦那。あっしはやっぱり勝負の世界に来て、ここまで来て勝負をやめるなんて、そんなぬるいことは言いたかねえんでさ。万人失格だろうが関係ねえ。だな、最後までいい勝負しやしょうや。あれ、あれないよ、持ってきてないよ。まさか持ってくる感じ、あのもう一個の鍵ぽいよね。え、ないじゃーん。え、まさか取り戻れみたいな、無理だよね。あるよね、どっかにえ、待って、ないといけないじゃーん。下はどうなってんの。あ、別に飛び越えられるか。え、とりあえず行っちゃうよ。行くよ、早飛び丸。終わったい。はは、危ねえよ。痛い。はい。やばい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 。痛い痛い痛い。もう。だあ。ゴールは目の前なのに。もう。このさ、竹が邪魔なんよね。雲も邪魔だし。おい、どっかどいてくんない。無駄とかじゃなくてさ、そういう次元じゃないのさあ、そういえばさ、この霧のやつで早飛び丸は遅くなったりするのだろうか。こう走り抜けて霧をやって、痛い、ちょっと邪魔、痛い痛い痛い、もう意味ないね、意味ないね。うわー、もうちょっともうちょっともうちょっと、よっしゃ
勝ったぜ。どうやー、疲れたぜ。これで向こう行っていいのかな。うお、遠い敵か。体力がめっちゃ減ってんのだけど、私この人たち嫌いなんだよね。よし、なんとか勝ちました。けどさ、木進んでいいのかな。痛いなぁ、もうやめてよね、そういうの本当に。ほい、ここにまた鍵がある。パターンじゃない。向こうに渡れるか、ちょっと行ってみよう。あ、行けない。ってなると、そうだね、こっちから行けってことになるよね。竹邪魔よ、竹早く出て。痛いな、もうそういうタイミングで出なくていいの。あ、見えない見えない。そんで、なんかやばい壁があるよ。あ、なるほど、逆に下ろすパターンなのね。いつも上げてばっかりだったけど。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。ほっ、よし、これで横に飛んで上に、ほい、で降りちゃった、いい感じかな。いいっぽいよね。いいかな、落ちちゃったけど。うーわ、気持ち悪い。どうすればいいんだ。で、遅くしてからの駆け込みみたいな。おい、またかーい。罰って書いてある。おー、危ない危ない危ない。うわ、倒そうそう。このね、骸骨飛ばしてくる人邪魔ないよね。ふいふいふい。はい、この人は楽ちんでした。オッケー。お、神だ、久しぶりに神。ほんで、どんどん進んでいいのかな。雷がすごいけど、こっちだね。なんか外側にやってきたね。あー、見たことあるこの人。トウセンボヌーン。オラの名前はトウセンボ。一度通さないと決めたら絶対通さない番人で通してるだ。あれ、いや、通さないだっけ。可愛いな、相変わらず。またお前かい。そんなに気候ついてほしいのか、ポチポチとよ。何を言ってるだ。ははん、さてはお前だな。オラの仲間を次々と葬り去ってる恐怖の暗殺者。四つ足の白い悪魔ってのは、そんな通り名ができちゃったのね。いつの間にそんなあだ名がつけられたんだい。お前が現れることはもうお見通しだっただよ。オラはこの鬼ヶ島の影の支配者。本当かよ。他の仲間とは一味も二味も違うだよ。たとえお前が四つ足の白い悪魔だとしても、オラを倒すことはできないだよ。さあ、ここは絶対通さないからあっちへ行くだよ。頭突きであれじゃんね。はい、どこだ。うわ、結構あるな。ここちょっとずれてる気もしないでもないが、オッケー、当たった。これが四つ足の白い悪魔の本当の力だか。オラが鍛えに鍛えた経絡機構を
いとも簡単に突き当てるだなんて、この当選簿素直に負けを認めるだよ。妖怪の割にさ、結構聞き分けがいいっつうか素直な人が多いよねだけど俺もこの鬼ヶ島の影の支配者だから本当かっつってんの。散り際だけは絶対に汚さないだよ。さあ見るだ、男の生き様を。うわ結構早い段階で打ち切られてたよお、ハヤトビマル。旦那、やっぱりあんたにはかなわねえ。旦那の明日を見据える目、そいつが旦那を大詰めの舞台まで導いたんですね。大詰めってな、足とのちっぽけな勝負のことじゃね。鬼ヶ島の城のてっぺんを目指す旦那にとって、本物の大詰めがすぐそこまで来てるんでさ。この早飛び丸、こんなに勝負で熱くなったのは旦那が初めてでさ。旦那に加勢することはできねえが、最後に旦那の門出を足の早掛けで飾りやしょう。神ペラ。さあ旦那、最後の最後の大一番、熱い勝負で足を燃え尽きさせてください。ごめんね、早飛び丸、ちょっとセリフの途中で声が出なくなっちゃってあれはどうするべきだ。どこがゴールかわからんぞ。でも雷雲が中にあるってことは何かに使うんでしょうが、ここが気になるよね。まずほい、あっちがゴールか。まあやってみて、まあ桃子の花で飛んでの、ほいゴール。お旦那お見事。なんだかんだ言って最後までご一緒させていただきやしたが、足の最後の早掛け、旦那の門出を飾りやしたかね。随分首相の態度じゃ、態度じゃねえか。ま、お前も敵ながらあっぱれだったぜ。旦那みてえな男前にチリザマを見届けてもらえるなんて、チリザマ？へへ、妖怪冥利に尽きるって問題。おいおい、神ペラ？なんだいその今にも消えちまうような言い草はよ。掟き手に背いたら消されちまうのが足たち妖魔の定め。門番としての役目を放り投げちまった以上、足のような役立たずはお役ごめんでさようならってわけでさ。やだ、また勝負したいんだけど私。何？おっと、旦那がすまながることはね。こいつはあっしが選んだあっしの生きる道、誰にもケチのつけられねえあっしだけの大事な人生でさ。たとえ妖魔の使いっ走りに生まれようと、散り際くれあっしの好きにさせてもらわなきゃ、ここまで生きてきた意味がね。旦那、最後まで道案内できなくてすいやせん、噛んでしまってすいやせん。別れの際に満開の花束でも手向けて差し上げたかったが、そんな気の利いたものなく散りゆく足をお許しくだせ。それじゃあ旦那、お元気で。本当に行っちゃうの？早飛び丸、お前との勝負はちっぽけなんかじゃなかったぜ。もしかしたらお前がいたからここまで来れたかなのかもしれねえ。噛んじゃった。お前が見せてくれた熱い男気、この先で待つ大勝負に持っていくぜ。早飛び丸めっちゃ好きだったのに。声が裏返るぜ、こんちくしょうめ。
もう絶対負けないから私。お、物ざねの鏡があるということは多分決戦も近いんだろうな。ハヤトビマルも言ってたし、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ちょっと遠いな。お、近いな。あれ、遠かった。ん、ダメだ、近くに寄れない。ほい、では今回もご視聴ありがとうございました。次回も見てくださると嬉しいです。ではまたね、バイバーイ。